はい、3ボックス目開封。今度こそね、バディファイトのね、まあ、醍醐味のバディレアを当てたいと思います。はい、では10ボックス開封したいと思います。今度こそバディレア出したいですね。いや、せめてバディレア出して、終わりたいんで、終わりたいっつうかせめてね、バディレア1枚ぐらいは出したいんで、はい。もうほとんどがダブリになりますね。本当にガチレアしか出ないんだな、これ。だからワンパックに必ずバディレアが入ってるわけじゃない。全カードガチレア以上だけど、確かに。ひどいな、これ。何を狙ったんだ、これ。使えるレアもあるんだろうけど。ちょっともう後で能力見ます。とりあえずバディレアたくさん出ると思ってたから、正直がっかりです。ガチレアのキラキラのカードが入ってたって子供喜びはしねえって。バディレアちゃんと入れてくれる。だってスーパーレア 100% パックなんてあれちゃんと全部スーレアだったじゃん。これなんすかね、なんなんすかねこれ。なんなんすかねこのパック。なんなんすかね、まあ。子供は喜ぶだろうけどキラキラだったら。騙されちゃいけない。バディレアがほとんど入ってないんだもの。なんなんすかねこれ。アミーゴ大量に出るしよう。アミーゴ大量に出るしよう。いや、今回のパック、確かに豪華だけど、スーレアパックの絶対おすすめです。これ買うんだったら。はい。ディエマー買った方が絶対おすすめ。これなら。あ、やっとバディファイト。ほら、やっとバディレア出た、ほら。ほら、ナノマシン忍者月影。ほら、ようやく出ました、バディレア。3ボックス開けて1枚ですよ、これ。はい、ここにバディレアって書いてあります。やっと3ボックス目。ね、わかります?これ3ボックスですよ。30パック開けてようやく1枚。なんかコメントください。泣きたくなるでしょ、これ。ね、子供はだから30パックのうちの1枚。はい、なお、どういうことよ。ね、子供は一生懸命ね、お小遣い貯めて買ってくれるのに、それを何を考えてるんだ、ブッシュロード。こんなにバディレアの噴入率悪くていいはずがない。子供が納得するわけがない。ほとんどがガチレア。ほとんどがガチレア。いや、俺も悪くは言いたくないんですよ。たださ、カードプレッツェルでもう学んだじゃん、そういうのは。うん、悪く言いたくないんですよ、俺も動画で。だけど、もうカードプレッツェルのあの噴入率の悪さでならったじゃん、もう。全部ガチレアですよ、ほとんどが。うん、見ればわかる通り。ほとんどバディレア入ってません。しかも、ね、3ボックスに1枚しか入ってないのに、はい、これ、18種ですよ!ね、俺、切れていいですか、これ。何を考えてんだ、ブッシュロードっていう。だってこれ、1ボックスに1枚でしょ、しかもバディエア。ね、100ボックスくらい買わないと集まんないっすよ、これ、バディエア。ちょっとマジでこれ、怒りがちょっとね、俺はこらえられないほど、これ買うんだったら、ディエマ買った方がいいもん。だって同じ金出すんだったら、まあ、月影嬉しいですけど素直に。そうじゃないだろブシロード。なあ、何でもキラにすれば子供喜ぶけど、そうじゃないだろブシロード。本当に大切なバディレアってこれもうゴールデンバディパックっていう名前にしてるんだから、そうじゃないだろうがブシロード。本当に何を考えてるんだ。マジでブシロード終わるわこんなことしてたら。あ、これ初かもしれん。いやね、何を考えてんだ、ブッシュロード。おい。なあ。俺も文句言いたくないけど、3ボックスでこれはひどいって。ねえ。いや、ひどくはないけど、これすごいけど、うん、嬉しかったけど、月影欲しかったんで。これはないわ。ガチレアしか、だって入ってないもん、ほとんど。3ボックスですよ、だって。だって子供なんて少ないお小遣いで、ね。それはもう5パックぐらいしか買えませんよ。でも30パックのうち1枚しか入ってなかったら、それ泣くでしょ、子供。ちょっとこれはないわ、さすがに。もう開ける気失せてきましたもん。まあいいや、次4ボックス目開封します。